今日のテーマはあのカグルっていうそのサイトの中で、ですね、一個このコンペを題材にしてやりますと。まずなんですけど、あのこのカグル、このサイトですね、このサイトを、使ったことない方っていらっしゃいます？ない方、はい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 。あのこれの機械学習のコンペサイトで、まあ、いろんなその、課題与えられてるんですけど、課題があるんですけども、それはそのうちの1個です。でデータとしては、トレーニングのデータとテストデータと、あとはそのこれあのコンペになってるんで、その最終的にテストデータをモデルで、テストデータをもとにモデルで予測した答えをこう出す、その提出するとランキング出せるんですよ。あの他の、あのプレイヤーも合わせたランキング出してくれるんですけど、そのアウトプット用 の、 あのフォーマットの例のファイルっていうのがまあ別にありますと。でもう落とされてる方はある、もう見えてると思うんですけどですね、サイトの中のこのゲットダイツァーって書いてあるここですね、データ取るところ、ここの、CSV が3つほどあるんで、そのうちのテスト CSV が、まあ、テスト用ですね、で最終的にこう提出するようなデータで、サンプルサブミッションが例ですね、まあ、このフォーマットに従って出してくださいというのと、まあ、あとは、学習用のデータですというところです。で今回なんですけど、この課題のテーマ自体はあのサンフランシスコの都市 の、 この、 あの犯罪データがありますと。で、まあ、例えばそのこう時間でありますとかですね、まあ、その住所でありますとか、またその地理の座標ですね、あの緯度経度の座標であるとか、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、これをベースにしてあのこのカテゴリーですね、事件 の、 その犯罪のカテゴリーを予測するというものです。なのでカラムの数は少ないんですけど、まあ、結構こうあの言語処理的というか、あの特徴量をここから自分で作っていかなきゃいけないような処理がいろいろあって楽しいなっていう感じですね。ですで、あ、ここまでで質問ある方、まあ、こんな感じの問題です。はい。で、まあ、その一通りこうモデルができた場合は、あのこのサブミットっていうところからいくと出せますと。でこれは自由なんですけど、もしあの今日例えばお知り合いと来てる方なんかはチームでやってもいいかもしれないですし、まあ、一人でやってもいいですし、あの後々でこう誰かと一緒になってあの共同でやってみるのもいいかもしれません。はい。です。で今日の、時間の、区切りなんですけど、今は一応12時45分ですね。で、これからですね、あの本格的な作業に入る前にちょっとだけ皆さんにそれぞれ、まあ、20秒ぐらいで自己紹介していただきたいなと思うのと、その後基本的に5時まで、ぶっ続けで好きなだけ作業します。で最後あのこんなことやりましたとか、こんな分析しましたとか、まあ、必ずしもこう性能が出てなくてもいいとは思うので、あのこういうデータといろんなアプローチがありますんで、それをそれぞれあの発表していただいて、まあ、お互い学べたらなと、というふうに思ってます。はい、以上です。というわけでちょっと自己紹介タイムに移ります。僕からいきます。はい、あの先ほども、名乗りましたが、運営の柿原です。普段はあの英会話のアプリを作ってまして、そこで、マネージャーやってます。で、まあ、言語処理を使って普段その仕事してるっていうところで、まあ、機械学習っていうのはどちらかっていうと言語処理系の方が普段多いんですけど、まあ、あのこういう場であの腕をちょっと磨けたらなと思って、主催してます。よろしくお願いします。じゃあ、かばやまと申します。今大学院の M2 で、まあ、研究は、動作識別とかテキスト生成とかのあたりをやっております。まあ、今日はゆるゆると頑張りたいなって思ってます。よろしくお願いします。じゃあ、はい
名前の方は伊藤健と申します。まあ、現在は普段は、あまり機械学習とかそういうものが関係ないような、まあ、情報関係の仕事をやっております。目的としましては、あまりそちらの分析とかっていうのは、あまりほとんど初心者のようなものなので、この機会にぜひ学んでいきたいと思っております。小西哲平と申します。通信会社で働いていて、これまでどちらかというとアプリとかを作ってたんですけど、まあ、そこから取れたデータの分析っていうところを、ここ 1,2 年やってきて、ちょっとこういう場で腕を磨きたいなと思ってますので、よろしくお願いします。佐藤と申します。よろしくお願いします。あまり若手じゃないんですが。スマホの端末、カードの本、メーカーに含めてまして、3年ぐらいは、インストールしている、アプリケーション、サーバー側の開発とのデータ解析させていただいてまして、自分も、株とか全然経験がないので、こういう場で腕を磨けていったらなと思ってます。よろしくお願いします。名前は梅田バックと申します。普段は、ネット広告会社で、データアナリストとして勤めていますが、まあ、普段なんかこういう新しいこういう違うなんか目的データセットとかと触れてみて、まあ、カグルでのなんか経験を積んでいきたいと思います。よろしくお願いします。長山と申します。普段は、ゲーム会社の方ですとゲームのアプリとかを僕として、若手の会に一応、活動、一応運営に参加させてもらっていて、まあ、ちょっと人工知能全体に興味があるんですけども、まあ、こういうデータ解析とか全く初心者なので、ちょっとまあこういう場に参加させてもらって、ちょっとずつこう腕を磨いていけたらなと思ってますので、まあ、今日何かしら結果が出せればいいかなと思ってるんですけど、まあ、とりあえずもう今日は触ってみようと思うので、よろしくお願いしたいかなと思います。よろしくお願いします。山田と言います。普段は通信会社で基礎研究しています。で研究内容はだいたい論文書くのがお仕事って感じなんで、でプログラムはいつも他の人に任せていて、自分はほとんどプログラム書かないんで、今日はちょっとプログラムを覚えて、ちょっとぐらい自分で手を動かせるようになって書いたいと思います。よろしくお願いします。菊池康介と申します。キャリアに全然一貫性がないのですが、以前は建築デザインやってました。で、そこから、ベンチャー企業に移ってフルスタックエンジニアやって、今アナリストをしています。で、アナリストといってもそのただ単にそのなんだろう機械学習の方ではなく、本当にオーセンティックなデータ分析ですね。でなのでこういう機械学習とかそういうのあまりズブの素人ですので、何かしらこうキャッチアップできるものがあればなというので参加いたしました。今日よろしくお願いいたします。嘉手納信行と申します。よろしくお願いします。普段は、O2O 関連の、インターネットサービス企業でエンジニアしています。今回はデータ分析に関して、皆さんのノウハウを知れたら、嬉しいです。よろしくお願いします。僕はアインと申します。ベトナム人です。日本で2年間ぐらい働きました。主にはウェブ開発で働きたいんですけど、機械学習も興味があるんですから、このコンパスで参加します。よろしくお願いします。島田大輝と言います。さっきの PP もちらっと出てましたけど全内閣省若手の会の副代表っていうところで運営させていただいてます。普段は、今修士2年生の学生をやってまして、画像認識周りですね、コンボリューショナルニューラルネットワークとかそういうところの研究をこうちょこちょことやってる程度です。全然言語処理とか経験ないので勉強になればなと思ってます。よろしくお願いします。宮島と申します。ちょっとここに座ってるんですけど、特に運営したいのですがいいんで座らせてもらってます。今週から、PFN っていう会社で働き始めていて、つまり怖い人ばっかなんですけどね。そうですね。
最近スタッキング のフレームワーク作ったんで、今日例えば提案なんですけど、なんか自然言語系で区分歴作って、なんか座標で区分歴作って、最後スタッキング入れてみまして、なんかリスクを出したりしたら面白いかなと思ってるので、興味ある人はやりましょう。よろしくお願いします。高木と言います。よくこの会に参加させていただいてます。運営ですよね。何を運営ということになります。で、普段はそのカーゼンとかが安く買えるサイトですね、作ってる会社で働いています。で、いろいろ、なんていうか、新規の技術を触るっていう舞台で、情報共有っていうことを主にやっているようになっています。よろしくお願いします。門前さん。門前と申します。私はそもそもクリエイティブをずっとやってまして、デザインとかをやっていて、某、IT 企業に10年ぐらいいて、そこから AI のスタートアップに半年間営業と、あとは、クリエイティブを見ているような立ち位置をちょっとやってたんですけれども、そこからまたウェブの業界に戻ってきまして、今は普通にウェブディレクターとして証券会社のサイトの構築とかをやっております。ただやはりその機械学習とか人工知能に非常に興味があって、ちょっとこの回に関してはいろいろクリエイティブ面でご協力させていただいて、さっきの動画を作ったりとか、あとこういったロゴとかなんかそういうクリエイティブを作っているところで協力させていただいているものです。あとここの会とは別に全能アーキテクチャイニシアチブというところでも広報をやってまして、ちょっと領収代とかとも協力させていただいています。以上です。そのまま会場の路地とか、はい、会場 のトイレとか、そうですね、その上回りとか、はい、こちらのですね、会場なんですけども、大変申し訳なくてないんですが、ドアロックがですね、今日会場をきちんと申請が通っていなくて、ちょっと私が日にと作業しておりますので、ちょっとトイレとかに行きたい方はちょっと私に声をかけていただければドアロック改善に出せますので、向こうから帰ってきたら、ドアコンコンってノックしていただければ改善に出せますので、ちょっとアナログなんですけど、そういった形でちょっと今日はお願いさせていただければなと思っております。よろしいですか。はい、というわけで、では各々の好きなように分析をしていってください。頑張りましょう。はい、スタートです。鳴らしたかったです。